ズロースズロースとは、下着の一種。ドロワーズ、ドロワース、ドロワーとも、ボトムスを表す多くの英単語同様、ズロースは複数型で、単数型ではドロワーである。比較的、ルーズフィットで、横サイドが長めであり、履き込みが非常に深いものを指し、フィット性が高く横サイドが短めであるパンティーと、区別される。また、ブルマーとも混同されがちだが、ブルマーとは、 イギリスの貴婦人が考案した、トルコ風ズボンを元にした丈の短いものであり、ズロースとは別物である。パンティーとズロースの中間的なものとして、ショートズロースといったバリエーションもある。第二次世界大戦後、目のメリアス製のズロースが最高級品として、日本国中を席巻し、スタンダードな下着として国民に普及した。ズロース以外のデザインがなかった頃は年代を問わず、 女児用や幼児用でも見られたが、現在では、婦人用のみで、現状これをメインの下着として着用するのは、昭和前半までに生まれた世代の女性に限られている、ため、衰退しつつある。しかし前日のように一定以上の世代の女性の自家脇での需要もあることから、グンゼなど、一部のメーカーからは継続販売されている。またロリータファッションのブランドからは、EN、 パントレッツに似た下着が、ドロワーズの名で販売されている。ありがとうございます。